ピョコーン。はい、プロダンです。ヤッホー。ということで今日は、まあ、バスケなんですけど、今日は特別ゲストで、もう YouTube 界のバスケの王、どうぞ。いや、巨人トマです。お願いします。トマやったんで。いやー、はい、いや逆ですよ、僕の方が。いやいやいや、トモヤンっていう。いやバスケやってたらまさかこんなつながりができると。トモヤンさんって言ったらもうバスケやばいっすもんね。知らない人ですが、まあ、プレー見たことある。そしてこのルックス、そしてこの顔の大きさ。横並んだね。縄文時代と弥生時代だから、これ完全に。うまい。いや、うまくはない。うまいな。もうバスケ界の1位だと思ってるんで、実力。あ、思いますか。もう、はい、高校時代もなんか全国ベスト8。全国ベスト8、はい。やばいっすね、もう。で、それに今日は立ち向かっていこうということで。あ、なるほど。はい、バスケ動画でちょいちょいやってるんですけど、はい、ちゃんと習ったことないですよ。ドリブルとかシュートとか、はい、今日ちょっと習って、はい、一応ワンオンワンで、はい、あ、もう真剣どれぐらい、はい、はい、もう真剣勝負。足首とか折っちゃって後で何か言われると無責任取らない。いや、そんなプレーでいくの。はい、ちょっと、はい。やばいな、はい、いろんな人とワンオンやってましたもんね。いろんな人やりましたね。いや、ちょっと見てたんで。 NBA 選手とかも。マジっすか。はい、あー、確かやってたな。いや、あんなこけるもんなのかなっていうので。結構こけてる人多くなかった。確かに確かに確かに。黒子のバスケとかで、 あの赤谷でしたっけ。赤石なんか固形させる技あるじゃないですか、はいはいはい、本当にあるのかなみたいな。あれ、本当あるの。ありますね。で、なんならあの、固ける人の中で一番固けやすい人でしょ。俺もね、やる前から想像できちゃった。絶対固けるだろうっていう。そう、上半身に筋肉偏ってるんだよ。ポケモン体験の人大体だいぶディスってなる。いやいやいや。じゃあ今日は、はい、ワンオンワン対決していきたいと思う。はい、ちょっとまずちょっとドリブルを。あ、なるほど。あの吸い付くドリブル。ドリブルは、はい、まあ、けど基本こういう感じですかね。こうやって。こうサッカーなのかバスケなのか分かんなくなってますけど、それ。それ英語できない人に流暢なやつや教えてやつ、それ。はい、いきますかね。おお。待って待って、これ笑いも起きずしなけりゃ。握手してるんですけど。僕大好きです。握手してますけど、ただバカにしてるだけですから。真面目にちょっと教えてくれないですか。あ、真面目に教えます、はい、強く作りね。そんな強く作る。そう、強く強く。こっちも逆に。うわ、左でつけないみたいな。こんな感じですね。そう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 。どうも。あー、これパワーコーナー。うわ、むずい。何が向いてんだ。ドリブルがもう強くてかな。まあ、確かに一緒じゃない。まだルローニケンシンかなんかですか、マジで。なんだ、カメラ捉えてカメラ捉え、ギリギリ捉えてましたよ。こっち他に見たいし、ちょっと他に。え、すごっ。そんな違うんだ。見せる系ないですかね、見せる系。見せる系ですか。はい。うわ、すげえ。いや、すごい。うわ、すげえ、マジで。相手を抜くときは、やっぱプロダーさん、体が強いんで、こういうところ、そうそう、ディフェンス取るときに、あの、体を当てて、ドリブルついていく。体こうやって当てながら、ドリブルついて、シュート打つ。なるほど。それが一番、それが一番シンプルで、こうやってきますか。うわ、すごい。久々に打ちましたね。マジで。すごい。おー、あ、お前は大きい。膝をちゃんと使って。結構膝使って。よし、これは結構いい勝負いきそう。いや、確かにシュート入ったのが強いんで、結局全然いけそうな顔しないし、大丈夫。いやいやいや、僕結構怪力強いしな。だからだいぶ実務も大丈夫だ。ワンオンワン、どれぐらい対抗できるのか。なるほどなるほど。ちょっとね、俺トモヤンさんの動画見てて、はい、あそこまでそんなあしらわれないだろうと思ってるんですよ。本気でいきますから。すげえ本物やん。いやいやいや、すげえ僕いつも似てるやつ。いやけど、はい、本当この体験の人とはやったことないんで。よし、じゃあ行きますか。
よし、じゃあ本気で本気でいきますか。いきましょう。よし、ということでじゃあ今からワンオンワン対決、はい、うわ、ちょっと楽しみ。いや、楽しいですね。競技のナンバーワンと戦うって やばいね。よし、じゃあやりましょう。じゃあ、10点マッチで10点マッチ1点1点入ったら、3は3で3で、入ったら4人で、じゃあ俺から、はい、うわ、ちょっと待って、緊張できた。はい、じゃあ行きます。残像が残ってこっち行ったらこっち行っちゃったの。残像がやばい。消えちゃうの、マジで。気づいたら、トモヤさんの股間ずっと見つめてたんだ。ただのヤバいやつ、ずっと股間こうやって見つめてた。あいや、マジで見えなくて、気づいたら股間に目が追ってるって。これは股間に行くんだ。股間に目がいってる。じゃあ最後ちょっと1対1は絶対無理なんで、4対1、ちょっとバスケ経験者もいるんで、そしてカメラマン、なんとレイナさんですから。レイナさん上手いですからね。いや、すいません、見てましたもん。いや、これならいけるでしょ。全国トップのもうバスケ選手には素人いくら勝っても勝てないということで。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。トモヤさんのチャンネル概要欄貼ってあるんで、ぜひ見てみてください。そっちでコラボしてるんで。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。バイ。